はい、それではワリさん、還元が2回以上の問題をやっていきたいと思います。この辺りの割り算ぐらい、だいたい6級ぐらいの割り算、還元の問題、キュウリッションの問題、この辺りから少し難しくなってくる子がいると思いますので、前々回ですね、前回のキュウリッション、その前の前々回の還元の問題の動画をもう一度復習しておいてください。今回は同じく還元なんですけども、還元が2回以上の問題をやってみたいと思います。還元、戻しは1回だけではないということですね。それでは始めていきましょう。問題の145÷29 です。問題の左側、145をそろばんに置きます。1の位が定位点のところにしっかり来るように問題を置きます。割り算は指は問題の先頭ですね。指1の中に2はあるかないかをまず考えます。そう、1の中に2はないですね。ないときは右に、すぐ右にない、1回だけずらします。指のところが1の位だと考えますので14です。14の中に2はまずあるかないかを考えてみてください。そう、いくつかありますね。なんで、あるです。あるですね。あるときは左に1個2個、あるです。さあ、14の中に2が何個あるかを考えるときは2の段ですね。2の段で14ぴったりか、もしくは14を超えないところですね。2が1個で2です。2が2個で4、2が3個で6というふうに数えてて、お、ぴったりのところがありますね。そう、7ですね。7置いてみます。答えを置いたら指はすぐ右にずらします。本当に7で合ってるかどうかを確認します。指の左の 7×2、忘れないでくださいね。 7×2、 7×9 までやります。 7×9 忘れる子が多いので注意してみてください。まず 7×2、 7に、そう、14です。10がついたので指のところから14と引きます。まっすぐ下ろしていきます。次は 7×2 が終わったので 7×9、 7く、そう、63ですね。よーく見てください。63引かなければいけないんですが、5しか残ってないですね。なんで戻してあげます。答えを1個引いて9で引けなかったので、9の前の2を指のところに戻す。指のところに戻すですよ。注意してください。まっすぐ下ろしていきます。そしたらもう一度読み直しですね。6、答えの 6×9、 6×54、 そう、まだ引けないですね。25しかないのでまだ引きません。もう一回戻してあげます。これが還元が2回以上ということですね。で、9で引けなかったので9の前の2を戻します。さあ、もう一度読み直しですね。 5×9、 5く、そう、45なんで指のところから45引けるんだ。45引きます。なくなりました。還元が2回以上ということなんで、とにかくなくなるまで戻してあげます。答えは割る数が2桁なので、1桁の時、2桁の時ですね。ここが1の位に変わります。答えは5です。いやーさーさー。